ども月刊地図伝編集長の S です。んじょぼー、郷土愛です。はい、今日はね埼玉県の秩父市に来ております。はい、なんで秩父に来てるかというとですね、こちらの札バン、ローム層赤土吹き上げ風に舞う苦い思い出です。一応前回ね2年前ぐらいに行ってますから、見てからこれ見てほしいです。そうだね、はい、今日こそはこの札をクリアしようということで、はるばる秩父までやってきました。ちなみにこの関東ローム層、全然みんな興味ないと思うんですけど、僕ら今園芸やってるじゃないですか。はいはいはい、赤玉土めっちゃ作ってるじゃないですか。はい、これですからね、これ関東ローム層ですからね、赤玉土って。そうなのね。だからもうアガベ育ってる人だから、これ見ないとダメですよ、マジで。いやいやいや、マジでルーツはいいだろ。いやマジで見ないとダメ。鹿沼土だって関東ローム層の一つなんだから。あ、そうか、俺らが使ってる土はもう全部関東ローム層なんですよ。実物を見に行かないと、やっぱそう、どこにあるか、大地を見に行かないと。しかもなんとね、前回と同じことにならないために今日は専門の方をお呼びしておりますので、ガイド付きです。ガイド付きです。絶対失敗しません。謎のローム層を取るという札を確実に終わらせにいってるから。街のそこにいるおじちゃんじゃないよ。あの人に声かけようとかじゃないから。というわけでね、このローム層の札確実に終わらせに行きます。はい、それでは行きましょう。月中。まあ、実はもう一回ちょっとね、あの事務局みたいなところに行かしてもらって、ざっとね、はい、説明聞いたんですけど。もうその場所に今ちょっともう連れてきてもらってて、待ってもらってるんで、ちょっと急いで。すみません、お待たせしました。お待たせしました。よろしくお願いします。一応、え、絵札はこんな感じなんですけど絵札はこんな感じなんですけど、イメージは違いますか？あ、本当ですか？本当ですか？じゃあ一回現場こっちがないんですか？はい、一回もうこっちがない。もう吹いてはいない。この下の部分ね、ここはそうだってことなんで、チカチカ。あ、近い。もうありました。これですか？早速ね。え、これですか？これ。じゃあね、上の方は、はい、植物の葉っぱが混じってんで黒っぽいでしょ。はいはいはい、はい、だけど下の方は完全にローム層だけだから、だんだん色が。はい、この辺に来るとほら、上は植物の腐葉土っていうか、植物が あの腐って枯れて腐ったの混じってるから、はい、あんな色なんですよ。でももうこの辺に来ちゃえばほら、完全にこれはローム層。これローム層ですか？はい。完全にローム。これ完全にローム層なんですね。うん、これが赤玉土になる原料。そうですね。これでこうやってこっち持ってみる。ちょっと回ってみますか。うん、どこ取ってみますか。これ上は植物が混じってますから、はい、この白っぽいからこの下の方なら完全なローム層です。どうやってほじるんですか、これ。こうやって削るんですか。結構ギュッと押し込んで。あ、そうそうそう。もういい。すごい。これだと。これどんぐらい持って帰っていいんですか。あんまり良くない。うん、ああトラック1台はまずいな。そのぐらいなら大丈夫。それぐらいだったらいいですか。大丈夫ですよ。すごい、あ、すごいボロボロ。僕らあの園芸もやってて、あ、赤玉土ってめちゃめちゃ使うんですよ。あ、それってこの関東ローム層の赤玉土なんですか。鹿沼、鹿沼土も。そうそう、同じです。関東ローム層、はい、でも取れる場所が違うんですか。あ、そうですね。色もちょっと違うように見える。鹿沼土は白っぽいような。鹿沼土は色で何万年もかけてこういうに堆積してるから、何十万年って言ったらいいかね。だからその年代によって全然顔つきも違ってくるしね。それから古いのはやっぱり粘土に近くなっていくし、新しいのは今の火山灰みたいになるしね。これいつの火山灰なんですか。これはね、35万とか40万年ぐらい前かな。35万。想像ができない。そんな前なんですか。関東全体にこれ積もってるから比べることができるんですよ。でこの中のこの鉱物の組み合わせとかね、そういうのから、あ、これは同じ頃降った火山灰だなとか。だから一回ドーンって吹いた時は同じ組み合わせのものが降るわけじゃないですか。はい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 、はい、 そうですね。それから何万年かしてまた噴火すると全然違うものを吹き出してくるわけです。内容も変わるんですか。内容が変わっていくんですよ。それを調べるんですね、この学者さんは。じゃあこれは何万年前とか、で大体八ヶ岳とか、ここは長野の火山が多いですね。木曽御嶽とか、上空には西から東へ風が吹いてるんですよ、ここに。大体偏西風とも言うんですよね。だから吹くと必
ず東側へ来るんです。だから関東に、関東に来るんです。関東でも南部の方は富士山なんかのがこうに来る。この辺だと八ヶ岳の辺がこうに来たり、だから鹿沼とかあっちの方はまあ赤城が吹くこともあるしね、はい、春菜さんが吹いたり、はい、妙義さんが吹いたり、結構火山いっぱいあるんでね。でこれもう本当にここに削ってですね、これ色が違うから、その違うとこをみんなここに別に取るわけですね、ベトロスプロに、はい、そしてそれをこういうふうにさっきのこれで見たりして、あ、やっぱり組成が違うとかね、白いのがこれ多いなとか。だからこれで見てその白っぽいですよ、その辺は白いのがこの、うん、そうそう白っぽいとかね、下の方はちょっと赤っぽかったりね。だからもうこれだけ火山灰が厚く積もるっていうのは相当年数も経ってますから。で上の方はどうしても植物が混じってくるんで、この黒っぽくなる。これってやっぱ見れるところって少ないんですか、関東圏内。あ、関東だったらあのどこでも見られる。どこでも見られるんですか。ただあの川が洗い流しちゃったり、それから住宅建設が進んじゃったりっていうと見らんなくなってます。ここは残ってるってところっていう。そうですね。でもうちょっと下へ行くと河原が運んでいくところもありますから、そうちょっと見てきます。はい、あ、はい、それも関東でも非常に見たいです。月中もうそろそろこう石ころが入ってくる。ああそうですね、確かに。あ、ほんとだ、これ丸いですから、これは川が運んだ石なんです。ここに川が流れてたの。そう、荒川が流れてた。ここにですか。ええ、もうなんか全然よくわかんない。この高さってでもここ高いところなんですよね。だから昔はこれが全部土で埋まってたから、向こうの山の方まで。35万年前。でこの下に海の下がこの下に今度ある。埼玉は海なし県じゃなかったんだね。海だったんだ。でもすごいな、時代が全然歴史がね全然追いつけないわ今。いい反応ですね。恥ずかしい。この高さの川は本当にイメージが湧かない。全然わかんない、まだイメージがわかんない。ちょっと何言ってるかわかんないですレベルです。ここに川が流れてるってそういうのを学者さんたちが研究してわかるってすごいよね。あ、丸い、ね、これはあの火山灰みたいに風では飛んでこらんないですから、こんな丸い石は。確かに。まず八ヶ岳噴火口の近くなら大きな石はありますけどね。あ、ゴロゴロ落ちる。だからこれはもう川が運んだとしか考えられない。はあ。35万年前頃の火山灰がここにあるでしょ、はい、ということはここはすでにそれよりもっと古い時代に川じゃなかった、つまり陸っていうか、はい、盛り上がっていたっていうんで、だからここは50万年ぐらい前にあの農家だっていう、それに35万年の頃の火山灰が降って乗っかってるわけです。だからこの丘は50万年ぐらい前の丘っていうふうに言われてる。すごい、ね、すごいな。山の石だったらもっと角張ってるわけです、はい、で丸いっていうことはもう川か海がゴロゴロして削らないと丸くならないですから、丸石があるっていうことはここだったらもう川なんです。海はもっと下ですから高いところにあるんです。すごいね。なんかこう山ってさ盛り上がってできるイメージだけどさ、逆に削られてって山になってるってことでしょ。だから全部そういうことなんですよね、うん、山って、うん、だから片方向こうは山見えますよね。で山ってじゃここに山って書くでしょ、はい、でそれはもともとはこういう形から山津字ができたんだって言われてますよね、はい、このなぜここがへこんでるかっていうと、それはやっぱりそこ川や谷が削ったからなんだよね。もともとはこう、もともとはこうだったのが削られていくわけですね。それでああいう谷ができた。そっか、大陸がぶつかった時にこうなんか山脈になるみたいな、そんなイメージだった。盛り上がる系だと思ってたけど、削り込んでるっていう要素はもう欠かせない要素。ってことは35万年前の生き物たちはここの高さで水平の上で生きてたってことですか。そう、向こうまであの山の方まで水平を。水平だったんだ。すごいね。やば、珍しく俺らの種なのになんか額のある話になったこういうところを調べるとね、はい、これがそのすごいこのカチンカチンの硬い石なんですよ、はい、この石はだからあの秩父が海だった頃の石よりももっと硬いんです、これ。ということはあの奥秩父の山の石がここにあるっていう。ということは川が運んできた。川が運んできた。硬い石なんです、これ。すごい、カチンカチンの。へー。
触ってみてもらうと分かるんですか。待って熱中、ね、これもすごい完全にローンソーです。なんでどこにでもあるじゃん。こんな身近なものだと思った。腐葉土はこの辺までが腐葉土でしょ。これがこの30センチ以上は腐葉土が入ってて、もうこの辺からは大丈夫なんだ。黒いのがもでも、まあ、乾燥の違いかな。あでもあ同じ色かね。僕らも登っていいんですか。これ色薄い、さっきより白いでしょ。ほら濃いよ、さっきより。うわ、なんか違う。あ、全あなんか、え、全然違う。うん、これあの水で洗ってみると、多分あ本当中の出てくる鉱物が違いますよ。え、なんかあ、カヌマ、カヌマっぽくない？うん。じゃあ、あそこに白いのが密集してるんで、あそこまで登ればもっとこれよりも白いかもしれない。ん？あそこ。僕らやってる。マジっすか？マジっすか？そんなに。スパイダーマン。スパイダーマン。資質の話みたいな、能力が上がってる。はい。すごい、俺受け止め役にいるよ。どう？全然違う。全然違う。え、ちょっと待って、これ持って帰りたい。あ、これ持って帰ってだから。持って帰りたい。ちょっと俺、トマが転がってきても俺止められないよ。106キロあるから止めれない。違う、全然。ねえ、多分これ横にしながらさっきのところとどっちが上か下か、もしかしたらこっちが上かもしれないよね。だからさっきのところよりは後の時代に積もった火山灰かもしれない。高さをこの比べてみれば上か下が決まりますから。なんか俺もなんか中学校の時とか勉強したかったな、こういうの。してるんだ。してるんだ。してるんだ。地理の授業で。してるんだ。それこそね、これ見てくれた中学生とかデートで来たらね。話してもらって全然違う。普通の車線に急だって。いやいや、こう連れてきたら多分振られると思う。振られると思う。大丈夫だろ。振られると思う、さすがに。地表見に行こうは振られるって。違う。ここ目的じゃなくて、フラッと来た時にこう、博識なところをさ。出したらやりすぎじゃない。そんな話題を振ってくる方どうですか。かっこいいと思います。かっこいいと思います。やっぱこうもともと勉強してたんですか。いや全然私はしてなくて、はい、先生今みたいな感じで先生に教わりながらちょっとずつでも先生じゃないと面白いって感じないと思います。先生のおかげで面白いってなった。やっぱ伝える人が大事ですよね。そうやって。俺も中学校の時、そういう先生に出会えなかったんだな。中学校の先生見る気がある。お前が悪いんだ。月中。すごい。すごいすごい。めちゃめちゃすごい。すごい。川で削ったところに人が住んでんだよ。そうなの。もともと地面の中なんですよ、ここは。これ地面だったんですか。こんだけ削ったんですよ、50万年かかってる。見え方変わってくるな、これから。いや、ほんとそうだよね。これから夜景とか見るときに、毎回削られたんだねって思うと思う。そうだね、展望台行ったら思うよね。今でも削ってるわけですよ、わずかだけど。ああの川たちが。これが荒川ですか。川幅が変わって、そうですね。で、あの向こう側は別の川が削ってるんですよ。向こうは別の川、こっちは荒川。そこ、あそこ削り残されたわけ。こうだったら、こっちが削って、こっちが削るんで、ここが残る。あの辺が13万年って言うと、さらにまたガガーッと削られて、今家が建ってるとこが7万年とか5万年とか、あの辺を荒川が流れてたんで、今でもあそこは地面を掘るとたくさん石ころが出てくるんです。壁を作らないと荒川はこうにあるから、どん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 町の方まで削り込んでくるわけ。で、一生懸命コンクリートでこの護岸工事をして止めてるわけですね、浸食を。でも時々崖崩れが起きる。そうやってだんだん川幅を広げたがるんですね。川は川ってここにどうしても流れながら蛇行するもんだから削るんですね。こういうふうにこっちを削ったりこっちを削ったり、これを何万年っていう規模で言えば広がっていくでしょうね、あの川は。で、向こうの山はもう、これはあの秩父が海だった頃はすでに陸だったところです。これはもう1500万年っていう古い時代になっちゃうんですけど。
だから向こうは古い山の石なんで石も硬くて、その硬い石がさっき流れてきたのにみんなが触ってましたね。この山の石なんですね。でさらに見るとね、あそこに2つ山がありますね。双子山って言うんですけど、2つ出てるやつですか。あそこの境にね、左側はなだらかなんです、山がこうね。これ長瀞の石で、これは地下でね、この押しつぶされた石がこう上がってきたの。なんかこっちはなだらかで、こっちはゴツゴツしてる。これはプレート移動って言うと押し寄せてきてガガガガってこうなってる。盛り上がった。でそこにこう秩父湾っていうその海があって、秩父湾っていうのがあったんですか。これが関東平野にこう広がってたんですけども、だんだん上がってくると陸になって、さらにこのそのなだらかな押しつぶされたような石がここで上がってきたんで、この山に東側も山になって盆地になるっていう。ここにあれだよね、秩父クジラだっけ。ああそうなんだ。いたんじゃないの。いた。そうっすよね。ここクジラが泳いでた。行きたいなと思ってんですよ、その施設に。その あるんですよ。ああ、化石館に行きますか。じゃあ、ありますから。ちなみに秩父クジラ発掘したのは、ちょっと待って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 、なんで言ってくれないんですか。ちょっと、オチョさんのアシストなかったら知らないまま終わるとこ。言ってくれないんですよ、ご本人から。俺だったら、いや、ちょっと待って、あれ俺、掘ったの、あれ俺。マジか、ちょっと待って、何年前ぐらいなの、掘ったの。掘ったのはね、30年以上か。あの、あそこにあの煙突があるでしょ。あれが秩父セメントの工場なんですけど、あれのすぐ左下の川で、荒川で見つけた。ちょうどあの下ですね。いろいろ衝撃今受けてる。ごめん、ちょっとなんか動画ブレちゃうね。動画ブレちゃう。一旦ちょっとあれだね。月中。ここでよくお話するんですけども、あそこでみんな泣いたり笑ったり悩んでるんだから大したことじゃないんだよって。いや確かに。ねえ、あそこでみんな。そうっすね。喧嘩したりさ。いやそうっすね。なんか僕今心が大きくなった気がします今。川幅のように。本当だからこういうとこでこう広いとこを見てね、気持ちはちょっとこう豊かにするのもいいですね。あの中にいるとね、本当は頭がいっぱいになっちゃうんですよね。そうですね。ちっちゃなことが気になってね、喧嘩したりとか。そうですよね。もうやめなって、大したことじゃないんだから。昔は地面の下だったんだから、それ何を言ってるのって。もっと気持ち広く持って、でも本当こういうところに立って、この自然の空気をね吸って、気持ちをちょっとやるとね、ある意味では楽に。ああいうところにいるとね、人間だけに囲まれちゃうんですよ。話をする相手の人間、人間の作ったものの中に住んで、人間の作った道路の上歩いて、人間の作ったものを食べて、でここへ来ると人間の作ったもんじゃない空気を吸って、もう全然気持ちが違う、自然に戻れる。たまにこういうところに来るのは大事なんだね。いや展望台の見方変わったわ、ね、うわ、なんかちょっと人生観変わりそう。いや本当にね、ちょっとすごいアウトドアになりそう。うん、すごい今いろいろ学べました。ありがとうございます。楽しいね。最高。月中というわけで、庄司さん、こちらの札合格ということでよろしいですか。いいでしょう。これはもうね、完璧すぎたっしょ。一番いい着地だったよね。まさかこう山が削られてってこうなってるとは思ってました。見てる視聴者も多分思ってないと思うんですよこれ。まずちょっとそれを知ってもらって、ぜひこんなね展望台とかからこう街の風景を見るときは、あーよく削られたんだなと思って、今後見てもらえればなと思います。はい、また次回の動画ぜひ見てください。この動画良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の兄弟もお楽しみに。ではまた。